SDF に戦いを仕掛けろ。メモリッション、ショッツ田中です。今回はこちらドミネーションやっていきたいと思います。このマップはやばいぞ。またこれも昨日上げた動画に似たような感じになりそうな気がするよ。待ってよ、ピッピッピッ、危な。オッケーオッケー、1キルゲット。痛い、くそー。ランチャー打てばよかったかな。あれランチャーワンチャンあったかな、もしかしたら。おっと、来るんじゃないこれ。うわ早っ。うわー、当たった当たったけど直接当たっただけ。悲しいな。待って、IW ってさ、セムテ的なもんって何に値するんだろうね。よいしょ。おお、こいつか、この雲なのか、何なのか分からんぞ。うっそマジかよ、やるな。敵ブラボーに押し込んでるんだけど、かわいそうかわいそう、あ、かわいそうだけど。おっと、クモちゃんがやってくるんだが、ここはね、多分 IW で一番狭いマップじゃないかと僕は思ってるんですけど。チャーリーやばい、あ、チャーリーやばいけど、ブラボーにもいるんだよね、一応ね。オッケーオッケーオッケー、よし、怖い。あー死んだ。チャーリー脇になってるなこれ。あ、味方攻め込んでる。オッケーオッケー。いや今回ね、僕ストックなし縛りやってるんですよ。それをねちょっと、よし、やってるので、あんまりこうなんだろうな、こうゴリゴリの凸って感じではないっていうところはね、ご了承くださいませ。やっぱ近距離負けちゃうね NV4。 ここのなぜここで NV4 なのかっていうね。うん、 NV4 がね一番使いやすいんですよね。危ないね、怖いね。さあ僕もフラグ握っときますわ。ほら、いけ、聞いてなくない？ちょっと待ってよ、怖いな。あ、味方やった。いやー、打ち負けた、また打ち負けちゃったよ。 SMG やっぱ強いね。やっぱ IW はね、そういう距離的なところはね、 AR がこうどんどん食うっていうのは難しいんでね、特に NV4 だと負けちゃうんですよね。ここな、どうしたものか。ちょっと意外とさ、敵がさ慎重だからさ、なんか思ったよりバン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 って感じじゃないね。オッケー、やばいやばい。あれはさあ、まあこれをちょいちょいと投げまして、あ、ジャケか、そうか、ジャケ切るよな確かに。オッケーオッケー、やばい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 、あー間に合わなかった。いや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 、トレーラーにはでもここ出てきてないよね。なんかトレーラーに出てきたようなマップがね結構出てきてたんで、あのこっちのねあれになって、ベータ版だから、ベータ版でトレーラーマップはあんまないんだなっていう印象でしたね、やってみて思うけど。実はね、実はそんななかったっていう。オッケー、おーい、ちょっと待って、ゴーストかー、これわからんかったな今の。今回ゴーストがかなりね、なんだろう、 IW重要というか、うん、結構初期からアンロックされるから、あれ使ってる人多いよね。よいしょ、僕も使おうとか言ってまだ出てないんだけどね。あ、これ絶対こっちから来るやつじゃんこれ。あともうちょい、あー、ちょっと UAV 絶対こっから来るもんね。あー負けちゃう、悲しい。ちょっとこれ使いますね。味方さん大丈夫じゃなさそうだな。おいおい、ふう、危ない。ああ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 あ、大丈夫。オッケーオッケー、ブラボー取られてんじゃない、取られてるよねこれね。大丈夫かな。オッケー、守ったぞ。いやークローは厳しいか、ここは厳しいか。待てよ、おい、まだ奪われそうなのかよまあ可愛いから許す。待てよ、あー、これ来てますね、来てますよ。
危ないですね。あー、またこれ来ますね。どうしよう、ちょっと手負いの状態で勝てる気がしないので、うわー、レーザービームやられた。あれ強いね。よし、ほいほい、ぴょんぴょんって、よしよし。あー、アルファ早っ、マジか。うー、はあ、やばくね、あれそんな強かったっけ。おい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 、よしよし。あー、19って、いや結構ね、ここ狭いマップなんですけど、うーんね、なかなかあれだね、まあ狭いマップ続きという感じでね、やってきてますけど、いやー、皆さんどうでしょうかね。まあ IW も IW で、こっちはこっちは面白さがありますよね、普通にね。うん、まあそれはまあ置いといてね、僕はね、あの最近面白いものを見てるんですよ。何かっていうと、今更マクロスデルタをね、撮ってたマクロスデルタをね、こう見てるわけですよ。もう見終わったんですけどね、うん、見終わったんですけどね、やっぱね、なんだろう、音楽となんか戦闘って最高だよね。なんだろうね、あれ、シンフォギアもそうだけどさ、マクロスも戦いながら歌いながらっていうまあまたちょっと違うんだけどね、また役割分担が、いやー、なんだろうな、最高すぎてね、アニメのそういうアルバムってあんまり僕買わないんですよ。CD とかの、なんだろうな、新品でね、うん、新品で買うっていうのはよっぽど僕が好きじゃないとね、欲しいしみたいな、そんな感じで見ててね、久々というか、シンフォギア以降ですね、アニメのアルバム買うなんて。おお、危ねえ、あー、厳しい。それぐらいね、ワルキューレにハマるってわけですね。あー、超ライブ行きたいなっていうね、三雲ちゃんのね、中の人の星水さんじゃなくて、純奈ちゃんっていうね、歌ってる人がいるんですけど、その人の歌がまたすごいわけですよ。それとやっぱりね、曲がかなりベストマッチしてるわけですね。久々になんだろうな、ほんと心躍るような、ほんと魂震えるような感じだね。歌を聴いたなって思いながら、最近ずっと聴いてたんだけど、そういえばアニメあったなって思って、そろそろちょろちょろっつってね、ハードディスクの中にどんどん溜め込んでたね、アニメをこう探して、あ、撮ってるっつって撮ってたんで見たんですけどね、やっぱいいね、戦闘シーンとアニメってすげえいいわ。うん、あれはなんだろう、なんか僕そうなんだけど、なんだろうな、まあ、曲もそうだしね、曲一回ね、カラオケでね、僕のね、友達が歌ってて、いけないボーダーラインをね、なんだこのメロディーはみたいな感じで、まあそこでビビビッと来たんですけど、正直そこでもうね、歌よりもメロディーが来て、でその後歌も聞いたら、あ、やっぱやばいなっていう感じでね、うん、ドハマりしたわけですよ。いやー、いいね、ほんと。おお、なんかよしか、怖い、ここ怖い、待てよ、あれ、こっち来ないな、な、結構なんか慎重さん危な、うわー、後ろやば。いや、皆さんもね、なんか音楽ってすごいよね。いや、マクロスデルタ見てた時もそうなんだけどさ、あれはなんかもういろいろね、音楽をいろいろ使って、まあいろいろ覚醒するみたいなね、感じのことがまああるんですけど、いやでもそれに似た感覚ってなんか確かにわかるなって思いますね。なんかすごい音楽ってね、魅力あふれますよね、本当に。まあ兵器とまではいかないけどね兵器とまではいかないけど、僕の中では。いやでもあれはすごいね、本当に感動しましたよ。アニメの別に感動シーンでもないのに、音楽がすごすぎて、音楽と戦闘がすごすぎてこう感動するっていうこともね、なかなか。あー、全部取られた、おい全部取られたじゃねえかよ。すぐ取るんだから、本当にもう、よいしょ。いや、みんなもね、あ、でもなんだっけ、もうレンタルの日って言ってもまだレンタルしてないんだっけ、あれ。あー、でもね、マクロスのいけないボーダーラインは一回聞いてみるべきですよ、本当。あれは、あの曲はいい曲だよ、本当。作曲とか編曲誰なのかなって気になるぐらいいいですよ。おっと、危ない、うい、危ない、ふうふう、行くぜ、押してまいるぞ、
オッケー。まあこれぐらいでいいかな。ちょっと私も旗が取りたい。あーまあまあいいでしょうね。ここで、あ、こっちかな。当たるかなこれ。スコーチャーかね。なんかベータ版でだいぶ活躍してるイメージがあるんだけど、僕のはちょっとスカですね。僕の、あーやばいやばいやばい。ちょ。いやでもこれ IW だから、あの宇宙船とかってなんかキャンペーンであるらしいじゃないですか。それマルチでできるんじゃないかって思ってね、僕はねマクロスの曲聴きながらねそれやろうかなと思ったんだけど、ないっていうもんだから。いや出してほしいんだけどね、普通にね。そういうなんかあの面白いものがあるんだったらマルチにも出してくれてもいいんじゃないのって思ったりするんですけど、皆さんどうですかね。本当にまあ打ち合いだ、まあ打ち合いも面白いんだけど、そういうなんかあ、それがあるんだったらね、うん、ちょっと宇宙要素入れても別に僕はいいですよっていうところですよ。あー危ない危ない危ない、ほら来い。いやでもすごいよね。おお、ちょ待って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 、ほんと、あーまあちょっと待って、なんか若干曲げてる曲げてる。いやでもそのね、マクロスデルタのその歌ってるその純奈ちゃんっていうのが14歳っていうのがすごいよね。14歳でライブして、そのなんだろうな、まあそのね、主題歌のまあセンターにいるみたいな、そういうねことがすごいなと思いますよ本当に。おっと、はい、さよなら。オッケー、とりあえずこれでちょっと押したけど、おお、めっちゃ飛んどるやん敵、マジかよ。行って後ろ、やばいやばい、アルファが、うー、いやーでもね、ほんとそうなんだろうね、たまにというか、なんか数ヶ月に1回はそういうなんかね、めちゃくちゃいい歌っていうのがね、あのアニソンの中にはなんかめちゃくちゃっていうか、なんか僕めちゃくちゃリピートする方じゃないんですけど、なんかリピートしまくっちゃうっていうね、そういう不思議な歌ってありますよね。いやー本当に素晴らしい。というわけで今回はこんな感じで、めちゃくちゃ狭いマップでドミネーションやってまいりました。皆さんもね、あのあっちのシップメントもいいけど、こっちもなかなかっていう感じのねところがありますので、ぜひぜひ皆さんも体感してください。そしてね、聞いたことない人はあのいけないボーダーラインぜひ聞いてみてください。というわけで次回もかかってこーい。昇進したな、新たな階級に。